こんにちは。ここは韓国ソウル特別市、コレールの首都圏電鉄1号線のボヌゲ駅です。キョンチュン線森の道、これだこれだ。キョンチュン線という、まあ、今はあのチュンチョン線ってなったのかな、キョンチュン線だから変わらないか、いわゆるあのチョンチュンという場所まで行く線がありまして、その線が、昔はね、ちょっと遠回りをするようなルートを走っておりました。それが2009年までだったかな、2009年ぐらいまではこうぐるっと回ってね、行くようなルートだったんですけれども、それが今はちょっとショートカットをするような形のルートに変えられたということなんですけれど、その昔のね、キョンチュン線の線路の跡が今ずっと整備をされて、まあこう公園みたいな感じになっているということで、ちょっとそこを見に行ってみようかなというわけです。なんかめっちゃ普通の団地の入り口門みたいなところ入ってきましたけど、多分大丈夫ですね。普通にあの一般道みたいな感じになってるんで問題ないと思います。なんだ、築堤みたいな感じ、ちょっと盛り上がってるところが見えてきました。これが多分廃線跡じゃないかな。今あちらは歩いてきました。この上です。ありました、ありました、これでしたね。ここね、ここ壁がしてあってね、向こう側には行けないようになってますけど、これ向こう側に行くと、さっきの1号線の線路と合流するような形になりまして、で、こっちの方に、こうずっと昔は走って行ってた、2009年まではこの線路を群馬が走って行ってたということになります。ここに地図があります。ちょっと分かりにくいけどね、北がね、多分左下なんですね。私がさっき降りたのがウォルゲー駅なんですけど、1号線はね、こういう風にして走ってるわけです。で、今いるのがここでね、昔はこういう風な、ここはね、ずっともう配線跡になってて、このグリーンのところが配線跡になってまして、ちょっと大きい地図があればいいんだけど、これ大して変わるのかな。昔はね、これここをね、こういう風に、確か違うか、もっとね、この辺をね、こんな感じで、こう今はこんな感じで確か走ってるはずなんですね。それを昔はこういう風にこう蛇行して走っていたというようなことです。それでまあ距離短縮ということで、この新しいね、こうピュッとこっち側を走る線路が作られて、で2009年、2010年からはここは廃線となったという歴史があります。こっちの廃線跡はあれだな、東海南部線、釜山のね、東海南部線の廃線跡と違って、あのずっと線路の上しか歩けないような状態じゃなくてね、横にこんな感じで、ちゃんと歩道が整備されてるんで歩きやすいですね。普通にこう遊歩道、自転車も普通に通れますし、散歩されてる方もたくさんいらっしゃいます。もう曲がり切ったところ、すぐこの川があるんですけどね、その鉄橋のところもね、こんな感じで整備をされてまして、ここはだから歩きやすいように完全に、これ元からこんな感じの枕木になってたのかな。そんなことないですよね。この間の分っていうのは多分後から入れたんですよね。この犬釘打ち込んでるところも、犬釘っていうのか分かんないですけどね、形が違うから、じゃない、いわゆるこういったこの部分の枕木っていうのは後から入れたような気がするんですけどね。やっぱそうですね、ちょうどね、真ん中、橋の真ん中ぐらいのところにね、こんな感じで、多分ここはね、真ん中全部通さなくて、その部分だけ枕木が通過したといった状態のところがありました。やはりそのようですね。橋を渡り終えたんですけど、何か車止めみたいな感じで、通せんぼされてます。ここから先は なんだろうな、奥にね、なんか青いレールバイクのようなものが見えるんですけど、南側はね、ちょっと木が立ってますね、さっきが奪ってて、そしてその間にはね、アスファルト舗装された、これも多分徒歩、遊歩道だと思うんですけど、そしてこちらに線路と、線路のこちら側にはちょっと歩きやすいようにこうマットが敷いてあってね、この下もね、ちょっと歩けるようになってるんですよね。なんかいろいろ造成されたりしてますけど、あれはやっぱりなんかレールバイクなんだろうな。カバーがかぶせてありますけど、レールバイクだ。レールバイクというか、なんか違うのかな、業務用の貨車のようにも見えますけど、これもそうですかね。なんだ、ここに説明書きが置いてあると、何か楽しげなトロッコでは
これみたいですけどね、これカバーが、カバーというか下のね、網の部分もこれ全部カバーがかぶされてて、よく中が見えませんけど、先ほどトロッコがあったあたりから、ゆるく右にカーブをしていって、ここから南の方へ向かっていくことになるんですけど、ムグンファゴの客車が何やら置いてありますけど、あれはなんだ、中に入れるようになってるの、休憩所か何かかな。ガーデンセンターって書いてます。多分この辺のね、この造成施設設備の管理棟代わりになってるみたいですね。ここは多分昔踏切があって、でもその後この地下をね通るバイパスを作って、でも廃線になっちゃったから今意味がないわけじゃないですけどね、そんな感じの多分歴史があるような交差点というか踏切の跡じゃないのかなと思うんですけど、そしてこの辺はえらく線路がガタガタだな。カントってこんなに傾けるもんなんですね。左側の道に比べてだいぶこう、この線路の右側の枕木がね、このカメラで再現するとこんな感じになってると思うんですよね。ちょっと分かりにくいかな。いわゆるこれ右側に向かって曲がっていってるんで、車体外側の線路の方がちょっと高くなってて、 車体全体がこう内カーブの内側に傾くようになってるんですけど、カーブの割にはカントが多く、こんなもんなのかな。あまりちょっとね、そのカント半径 R なんぼだったらカントは何度にするとかそんなこと知らないから、ちょっとあんまり勝手なことは言えないですけど、こんなにでもついてるもんなんだなと、そういうふうに思いました。この道路を渡る橋のところで一回途切れてるみたいですね。現在地こっちか、もうちょっと先こっち側で見ても仕方が、あ、ここから先はもう線路がないみたいですね。完全に遊歩道として整備されてますと思ったらね、今度こっち側に線路が出てきたんですよね。さっきのね、来てた今まで歩いてきてた線路の延長線上になるのはこの、今このサイクリング用の遊歩道っていうんですかね、サイクリングロードになってるところなんですけど、こっち側にも、あ、これわざわざ移設したのかな、それとも伏線の間隔にしてはちょっと狭いよ、あとこんなもんかな、伏線だったんですかね、ちょっとそれもよく知らないんですけど、こっちの線路はやっぱ違うみたいですね。あの移設したみたいです。本来の線路はこっち側の単線だったみたいですね。これなんでかっていうとね、これこの線路真正面に行くと踏切が立ってるんですよね。あんなところに踏切があったらおかしいですから、ですから多分本来線路があったのはこっちの自転車用の遊歩道になってるところだけだと思います。踏切残してくれてるのはいいんですけどね、ここあの横断歩道ないんですよ。両側こっち側かこっち側に行かなきゃなくて、ここをまっすぐ渡ることができないんでね、なんかちょっとここはもうちょっと なんとかならなかったのかなと思うんですけど、仕方がないですね。どっちかの横断歩道に回って向こう側に渡りましょうか。お、ちょうど変わったな。今ここさっきずっとこっちからね橋渡ってこう来ました。あとこう行って、ここまで行きます。ファランデー駅、昔ファランデー駅があったとこね。昔のファランデー駅はもうちょっと先か、これ今の地下鉄6号線かなんかのファランデー駅のはずですよね。線路を模した椅子のつもりなんですけど、どう見てもただの H 鋼にしか見えない。至る所の踏切は全部残してるみたいですね。バーは当然ないんですけど、それでね、 あともうちょっとか、この先このカーブをもうちょっと曲がっていったらファランデの向きの方に近づきます。これね、もうなんだ、梅っぽいんですけどね、梅じゃないんですよね。なんだったかな。ちょうどここは地下鉄のファランデ駅みたいですね。でもうちょっと先まで線路続いてるんですけど、あの公園があるんですよね。それがもうちょっとね、多分先だと思うんで、そこまで行っています。今画面奥の方が地下鉄のファランデ駅方面、それずっと歩いてきて、この道を渡ったところにありますのが、まあ、このキョンチョン線の森、キョンチョン線森の道か、で、旧キョンチョン線のファランデ駅があった場所です。まあ、ご覧の通りでね、何やらこう展示をされているわけです。これが多分元のあのキョンチョン線の線路だと思うんですけどね、この先ファランデ駅があるんで分岐していってますけど、隣にあるこちら、線路の幅を見るとね、だいぶ違う、まるでおもちゃのような
狂気の線路760ミリだと思うんですけど、なんだ、狂気1型この企画の線路を引いてたのってインチョン線しか知らないんですけど、他にあるのかな。なんか客車もね、あのウィワンの鉄道博物館で見たようなのと似てますけど、こんなに長くなかったよな客車。ここに書いてある蒸気鉄道762ミリ、あ、ちゃんと日本語の説明もありましたね。あ、やっぱりあれか、南インチョンとスリョン、スウォン、あ、インチョン線の列車だっていうことですね、やっぱり。あ、もともと違うところにあったんだ。子ども大公園、どこにあるか分かりませんけどね。ここには2017年の5月に移設されてきたそうですけど、こんな長い客車もあったんですね。これ面白いですね。このね、足のところはね、ドアがないんですよね、スカスカで。中はこの木の椅子、なんか遊園地の汽車みたいですよね。これ当然乗り移りはできないですね。ホールもないし、一応こう渡り板とかついてますけど、どうだったんだろう。そうだそうだ、普通のね、標準機の列車はミカとかいろいろついてるんですけど、これは狂気なんで、狂気1型なんですね。さっき私何て言ったか忘れましたけど、狂気1型。あ、そしてこっち側にはね、なんかエンブレムがついてるな。反対側はね、エンブレム外れてたんですけどね。そして隣にある、これは見るからに路面電車なんですけど、これ運転手さんの銅像ですかね。これペダルとなんかレバーが3つありますけど、え、これ動力は一体何なんだ。あ、ここに既存電車案内図、これ要は路面電車なんでしょうか。すごいな、こんなに走ってたんですね。ていうか路面電車だったらトロリーポールが多分ついてると思うんですけど、そのトロリーポール、よいしょ、あるわあるわ、ちゃんと電車だな。電車なんだけど、これで どうやって操縦するんだろう。操縦って運転ね。速度計もついてないですけど、まあ、そんなのが必要ないぐらいゆっくり走ってたっていうことだと思いますね。キャビンは小さくてね、あとはもうほとんどトロッコ列車みたいな感じで、なんだろう、サンフランシスコのケーブルカーみたいな、そんな感じですよね。これはチコの路面電車だそうなんですけど、当然行ったことがないんで分かんないんですけどね。でもこういった形の路面電車を見たのは初めてですけど、あ、確かにこれ結構大きいなっていうの感じですね。高い、足元が高い、まあ、低床式じゃないんで、昔のね、日本の路面電車もこれぐらいの高さだったんですけど、こんな感じなんだな。そしてもうパンタグラフがね、押さえる画線がないからもうビヨーンって伸びちゃって、なんかちょっとみっともないんですけどね。チェコの路面、これドア開いてるけど、あ、一応縛ってあるからね、完全にこう開くっていうことはないみたいです。中はこんな感じになってるのか、なんかいろいろな落書きがされてしまってるな。あ、ちょっと残念ですけど、これ確か2017年の9月だったかに、広島電鉄から、無償譲渡という形で、こちらにやってきた広島電鉄906号、元なんか大阪支店かなんかだったらしいんですけどね。一時期はなんかだいぶひどい状態で塗装がボロボロになってたそうなんですけど、今はご覧のような感じでね、綺麗に塗り直されております。で、なんか2019年にはね、この公園の中をね、700メートルぐらいこうずっと向こうの方まで多分走らせるような予定になってたそうなんですけど、それどうなったのかな。走らせるってなんか燃料電池でも積むのかな。ね、パンタグラフは上がってますけどね、架線は当然ないんで、なかなかシュールですよね。韓国に来てね、こんなイコカも使えますなんて日本語が書いてあってですね、ワンマン右口、窓が開いてますけど、あれは意図的に開けてるのか、誰かがいたずらして開けたわけじゃないよな。さすがに、まあ、運転台も結構綺麗ですね。まあ、来てそんなに経ってないんでね、2年経ってないんでしょ、2017年の9月にそういう話が決まったんだから、
2年はまだ経ってない、井戸も乗り換えられたばっかりですね。これは多分ね、塗り替えられてるみたいですね。こっちは昔のままでちょっとこう剥げかけてますけどね。ハランデ駅ということで、もともと開業した時は違う名前だったらしくて、近くに大学があって、その大学から名前を取ったということだそうです。向こうには三日型の蒸気機関車、標準機の機関車が置いてありまして、でもう少し向こうの方まで行けるのかな。駅舎はね、こちらにあるんですね。ファランデ駅の駅舎、これ中何か使ってんのかな。ファランデ駅も登録文化財指定されてるみたいですね。300号、まあ、キリのいいこと。中展示。おお、なんだこれは。昔やるか、日本砂防とか豚汁棒が走ってた時のサボなんかも展示されてますね。帽子とか制服もあって、駅こんな風になってるのか、これちょっと分かんないですけどね。 これがあれか、学校の門なのかな。結構ない、なんか厳重に警備してる人がいましたけど。あ、そうか、あの確かね、軍隊の学校じゃなかったかな。あのもしかしたら違うかもしれないですけどね。なんかそんな感じのね、人が立って守ってるんですよね。ということで、ファランデの鉄道公園でいいのかな、ちょっと正式名称が分かんないんですけどね、をずっと、まあ、歩いてきましたけれども、ご紹介はここまでとさせていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。